まあ、棒は棒で好きにやれ。もう俺とは関係なく。な。自由にやれ。ほんまにありがとね。わかった。うん。はいよ。俺はもう今日飲んで寝るよ。もうめんどくさい、もう疲れた。あのさ、わちゃわちゃするのは自分から行くわちゃわちゃだったらいいのよ。だけどガッて来られてわちゃわちゃするのは疲れんのよ。おう、わかる？いや、いきなりだから。おう、わあ、わあだから。うん。俺は自分のリズムで放送もやるし、自分の心のコントロールでやるんだけど、やれやって。まあ、やってもいいけどなーっていうのがあるけど、やれやって。俺はもう出かけないよ。うん。んなもん。まあ、坊ちゃんね、ゆっくり飲んでね。楽しくやって。俺はもう行かないから。ごめんね。俺ライターどこやったっけな。もう一個あったんだよな、あれ。二つあったのに。あ、違う。あのバッグの中。ちょっと待ってね、みんな。いいやね。どっかの入ってんだけどな。あった。はい、見っけ。ライター見っけ。今回、傍若めっちゃ叩かれてるな。そうなの？それ知らねえよ、俺は。うん。配信をぶちこ、あ、俺の配信は大丈夫、大丈夫。うん。壊されてないよ。全然。さんに舐めた真似した。いや、全然、俺はすごく、幸せよ。うん。ただ、向こうが、もう、バイバイって言うんだったら、しゃあねえなって感じ。それしゃあねえじゃん。無だろ？そう、まあね。いや、アンチもウナの味方っていうか、どっちでもいいんだけど、ただ俺は何のことやらさっぱり分かんなかったから、みたいな。それ俺が悪いんだみたいな。
もう私の話をしないで。ダメだろう。わかった。もうお前の話しねえよ。ああ、もう俺ん家二度と来んなよ。ああ、クソババアがや、ふざけんなよ。調子乗ってんじゃねえよ。偽物でも本物でもどっちでもいいよ。いや、俺はだから何も知らねえから。頼まれても行きません。はい。よろしく。まあ俺は一人が長いから。うん。何？どうした？あ、取った。あ、取った。ね、なあなあなあ。なあなあなあじゃねえ。シワシワの、ねえねえ、シワシワ。なあに。シワシワ飲みたいんだもん。ピンクでいい？白、白、白。7万円おごってって言って。7万円はい？7万円おごってくれたら2人で帰るから。そう、ちゃんと帰る。ちゃんと帰る。そのお金はどっから出てんですか？引き出し。やめろよ。返せよ、お前ら。泥棒だよ、お前。やめろよ。これ泥棒だからね。俺の現金、お前。泥棒だよ、これ。俺もさ、引き出しの中に現金はキープしてんだけど、勝手に抜くからね。うん。んなのまともじゃねえよ。まあな。無事にやるや。まあな。あの人は俺んちのことは全部好きにやるから。いいんだよ。好きにやらせとけばいいんだよ。あれは好きにやらせねえとダメな女だから。ああじゃねえ、こうじゃねえ、こっちが言ったって言うこと聞かねえ女だから。な、何がピンドンだよ。勝手にしろよ。そういうのは言わなくていいから。まあいいよ。そんなもん。うん。惚れすぎててっていうか、まあしゃあねえな。好きになったものが負けだよな。うん。おいちゃん、坊ちゃんのこと大好きだから。でも、なんかいつも疑われてるから。そういうので寂しいの。うん。うん、次の女いないよ。ああ、次の。うん。いやいや、
何がそんなにって見た目がってこと？坊ちゃん、リアル、じゃあ、ともねに聞いてみ？今、多分、放送やってんのかわかんないけど。いや、俺みたいなやばいやつに、仲良くしてくれてんだから、ありがてえべや。なあ。普通に考えたら、俺誰か俺のサングラス踏んだな。めろや。ちゃんとすれや。なあ。いやいや、ともねは配信はやってない。ああ、じゃあ、あれじゃねえ、モグゴリの放送に載ってんじゃねえ。いや、俺のサングラス、ここ、なんかこんなガチャってなってたから、誰か踏みやがったなと思って。俺、こういうの、ものは、結構大事にするタイプだから、赤萌えのどこがいいの？あんまり言わないでおく。それはプライベートの話だから。ごめんね。それは言わないよ。家で飲んでる方がいいや。ねえ、モグゴリ今日あれじゃねえ、逆にお客さん来ちゃうんじゃねえの、わかんねえけど。っていうかギャンライターどこ行った？あれ絶対ボウが持ってってんべえ、これ。おい、あいつ絶対しらけて持ってくよね。なあボウ、ギャンライター持ってったんべえ。なあ、なんすかこれ、なんでこれも曲がってんのこれ、誰よこれ踏んだの、もうムカつくなあ。めっちゃ楽しんでるやん。ああ、いいんじゃない？テンション上がってんだろ。上がるときは上がっとけばいいんだ。俺はもう、そんなの、どうでもいいから。まあ、いいか。俺はさ、のんびりやりたいだけ。あ、森友？いや、俺はだからもうちょっと酔っ払ってっから、俺が今言ってもって。金は盗むし、サングラスは踏むし、まあいいやん。なら、モグゴリに養分と香川が来てるから、まあ俺が行かなくて正解だね。楽しくやって。知らんがな、俺は家でさ
夫人、もぐごりでグラス割ってプラスチックのグラスにされて、何が？こんなテンション上がってんのかい？うん。まあまあまあいいけどよ。坊ちゃん元気マンだから。ああ、シャンパングラスか。いいじゃん。坊ちゃんお金は持ってるから。俺んとこからいくらか持ってったんだろ？まあ、10万ぐらいな。俺はそういうの気にしねえから。はいよー。養分も香川も配信してねえの。いや、それ知らねえ、見てねえし。どっちも。いや、画策、俺は行かないよ。ああ。笑い物にされてるぞ、お前。だから行かないから笑い物にできないんだよ。うん。ごめんね、行けなくて。俺そういうの好きじゃねえんだよ。ああ、な、俺はそういうの好きじゃないから。うん、ごめんね。うん、気分だから。俺は自分の気分で行くか行けねえか。だって言って文句言われたら喧嘩になっちゃうじゃんかよ。なんだおめえこの野郎って、ああみたいな。お前の放送を流してるぞ、みんな笑ってる。はい、みんな見てる？佐野です、よろしく。はい。もう放送終わります。